あまりにも過酷酷で残酷な戦い。なぜアントニオ猪木は新日本のレスラーを総合格闘技のリングに上げ続けたのかかつて業界の名手として圧倒的な存在感を誇っていた新日本プロレスしかし1990年代に始まった k 1プライドの人気が最高潮に達していた2000年代ミレニアムを迎えると アントニオ猪木の言明により新日本のレスラーもその領域に踏み込んでいかざるを得なかった格闘技戦の勝敗がレスラーの商品価値に大きく影響を与えていた時代その格闘技戦での負けが込んでいたことがその後の新日本の暗黒期につながる大きな要因となった k 1プライドの格闘技ブームに侵食された結果 キングオブスポーツの看板は失墜し急速なファン離れを招いたのだ今でこそ奇跡的な V 字回復を遂げた武士ロードの新日本プロレスだがその V 字の底の部分を担うのがファンからも関係者からも暗黒期と呼ばれている期間であるこの暗黒期がいつからいつまでを指すのかは諸説あるが小川対橋本の1.4次編が起こった 1999年から10年間ほどと言われている特に新日本の営業部員だった上井文彦氏がマッチメーカーに就任した2002年4月から2004年4月にテレビ中継ワールドプロレスリングの放送時間が30分に短縮されてしまった頃がそこの底と言えるだろう果たして新日本の誤算は何だったのかそして A 級戦犯は誰だったのかまずやはり大きな影響を受けたのは1997年のプライドワンで高田信彦がヒクソングレイシーに負けてしまったことである当初はプロレスで一番弱いやつが出ていって負けただけだと対岸の火事を装ってきたがそういうわけにもいかずアントニオ猪木と新日本はキング・オブ・スポーツを掲げてきた手前 プロレスラー最強神話を証明する必要が出てきてしまったのであるここで新日本が取った方法が格闘家を外敵として新日本のリングに呼び入れ所属レスラーが異種格闘技戦で迎え撃つという従来のスタイルだった1996年に新日本で行われた武藤敬二対ペドロー・オタービオの異種格闘技戦は今や伝説となっている 武藤が繰り出したのはリングを叩くマウントパンチやストンピング戸惑ったような表情のオタービオの姿が印象的だったすでに本物の格闘技を見慣れていたファンからは失笑されまた非難されたのだったこうした従来型の新日本のリングに格闘家を挙げて一種格闘技戦という名のプロレスをやってプロレスラーが勝利を収めるというやり方では ファンの支持を得られないことを悟った新日本プロレスそこでこれまでは格闘家を自分のリングに上げることで試合をコントロールしてきた新日本が逆に相手のリングに上がる必要が出てきてしまったのであるここでいち早く動いたのがアントニオイノキである新日本の所属選手の中から格闘技に対応できそうな藤田和幸に白羽の矢を立てたのだ 藤田和之現在の新日本プロレスで展開されているかっこいい肉体を駆使した華やかなファイトとはかけ離れた男が2000年代のプロレスラー最強説を支えたのは紛れもない事実反り上げた頭にいかつい顔岩のような体こいつ強そうを文字通り体現しプロレスと格闘技の二刀流で暴れていく日大レスリング部で 全日本学生選手権4連覇を果たした藤田1996年アトランタ五輪出場を目指して新日本プロレスの闘魂クラブに所属しアマレス界で活躍した1993年と1995年には全日本選手権でも優勝しているが残念ながら五輪出場の夢を果たせずに1996年5月新日本プロレスに入門する レスリングの重さである藤田は体幹はどっしりとし恵まれた肉体を誇っている強さを何よりも大切にしストロングスタイルを標榜する新日本プロレスにいればすぐにでも頭角を現すかと期待は膨らんでいた藤田自身も俺は強いと自信があったはずだところが藤田はヤングライオンから中堅の位置にとどまるばかり25歳で入門した藤田には のんびり修行している時間はなかったしかも1年遅れでプロに転向した小川直也がアントニオ猪木のもとあっという間にトップ戦線に躍り出ていった藤田の頭上には武藤啓司長野正弘がそびえ立ち同じアマレス出身者である永田雄二1992年バルセロナ五輪出場の金看板を背負った中西学もいた 俺俺ににチャンスはは来るののか俺は強いのにと藤田は悩んでいたこの藤田の思いは猪木の思惑とシンクロするこの頃猪木は強権発動しようにも何かと反発してくる新日本プロレスに手を焼いていた総合格闘技イベントに進出し確固たる地位を築き上げるためには自身の手駒がリング上で活躍することが欠かせない 猪木は実力を持ちながらくすぶっている藤田に触手を伸ばし藤田もこれに応じたそして藤田は2000年1月に猪木事務所に移籍した猪木事務所所属とはいえ世間から見れば新日本から格闘技界に送り込まれた資格のイメージであるそして藤田はプライドマットに乗り込み猪木の期待通りの実績を上げていくハンス・ナイマン マーククケア、ケンシャムロックらを撃破。怪物・藤田の暴れっぷりにプロレスファンも留飲を下げ猪木の格闘技界への影響力そして新日本への発言力も大きくなっていった藤田は2001年には新日本プロレスの最強の象徴である IWGP ヘビー級王座奪取を宣言し新日本プロレスに凱旋することになった 時の王者は佐々木健介だったガチにある程度の自信を持ち定評もあった健介にしてみれば藤田との一戦は願ったり叶ったりだったはず不測の事態に陥っても対処できると踏んでいたはずだ政治的な側面はとにかく藤田との真っ向勝負に向け準備はできていた健介対藤田の IWGP 戦となれば 長州新日本対猪木の代理戦争そのもの。プロレスファンどころか格闘技ファンをも巻き込んだスーパーマッチになるはずだった。ところが、ケンスケは直前のノートン戦で不覚を取る。そこには長州をはじめとする新日本サイドの圧力があった。当時の現場責任者は長州力。ケンスケは長州の愛弟子だった。 長州は、寵愛する健介が何かと新日本プロレスに介入し、現場を混乱させる猪木の弟子、藤田に敗れるようなシーンを想像するのも嫌だった藤田は格闘技センスは抜群だったが、プロレスはうまくなかった、プロとしてファンを魅了する器用さは今一つ、長州にしてみれば、プロレスもできないやつに健介が負けなければならないのかという思いがあった。 猪木の意向で藤田に IWGP のベルトを奪われるのは仕方ないただし奪われるのはスケであってはならないと考えたのだ長州は健介にノートン戦における負けブックを飲ませたそして健介は王座転落から3日後の東京代々木第二体育館大会に姿を現した藤田に対し正直すまんかったと 日本プロレス史に残る名言を残しているそして予定通り藤田はノートンを下し第29代 IWGP ヘビー級王者となった猪木は新日本プロレスの IWGP 王者が格闘イベントでも白星を重ねることでプロレス最強を証明しプロレスラーの権威復権を成し遂げるという腹積もりだったのだ さらに新日本を意のままにコントロールしやすくなるしかしそうはうまくいかない格闘技イベントに出場するために IWGP 王者藤田は新日本プロレスのシリーズには帯同せずビッグマッチ中心の参戦となった王者のいないシリーズはどうしても盛り上がりを欠いてしまうファンはもとより新日本内で日々戦っているレスラーのモチベーションも上がらない ファイト内容も落ちていくこれは避けられないことだったもっとも猪木は知ってか知らずか新日本になり始めた非常ベルなど全く気にもせず格闘技イベントに傾倒していくそして最強のチャンピオンを旗印に k 1主催の総合格闘技イベントに藤田を送り込んだ2001年8月19日 k 1ジャパンの大会で IWGP 王者藤田はミルココクロコップと対戦新日本プロレス側はプロレスラーの強さを証明するチャンスとばかりに現役 IWGP チャンピオンの藤田を出場させる力の入れようであったが一方 k 1側としてはあまり勝ちに期待していなかったためエース級の選手ではなく当時キックボクサーとして伸び悩んでいたミルコ・クロコップを出場させたのである。 プロレスに挑戦してきた K1 の資格にプロレスの最強王者が制裁を加える。それがファンの大方の見方だった。ミルコにとっては打撃の猛者から総合格闘技への進出を図るステップの初戦であり、藤田の優位は揺るがないはずだった。しかし、その期待されていなかったミルコが波乱を起こす。ミルコが放った膝蹴りが、 藤田の顔面にヒット藤田は衝撃の流血 TKO 負けを喫してしまうタックルに行った藤田の顔面にミルコの膝蹴りがヒットし大流血してのドクターストップ負けで藤田のダメージは流血箇所のみミルコの上になりグラウンドで一目めにかかっていたところでのストップは不本意そのもので藤田の評価は下がるものではなかったとはいえ キックボクサー相手に総合格闘技ルールでの敗退は大きかった K1 など格闘技サイドはミルコ勝利をアピールし現役の IWGP 王者が DK を負けしてしまった新日本へのダメージはじわじわとボディーブローのように効いていくミルコへのリベンジに燃える藤田は大晦日の猪木ボンバイエ2001に向け猛特訓に励んでいたところが 12月になって思わぬアクシデントに襲われてしまうアキレス腱断裂である藤田本人の気づかないところでプロレスト格闘技の二刀流は藤田の体にダメージを残していたのかもしれない藤田対ミルコの再戦は大みそかの目玉だった総合格闘家へのステップを踏んでいたミルコは2001年の11月にはプライドで高田信彦と引き分けている 着々と地盤を固めていた一方、8月の藤田の敗戦はアクシデントが招いた結果であり、大みそかに藤田がリベンジを達成し、翌2002年の新日本プロレス1.4東京ドーム大会で、王者藤田対挑戦者永田雄二の IWGP 戦は大盛り上がりとなるはずだった。だが 新日本プロレスの1.4東京ドーム大会ともリンクする大きな流れが根底から覆ってしまった。悪い流れはもはや誰にも止められなかった。藤田のピンチヒッターに猪木が指名したのは長田だった。長田と藤田は兄弟分だった。アマレス出身であり、長田は闘魂クラブ時代から藤田を可愛がっていた。ある記者は、 海外遠征に出かける永田にこいつをよろしくお願いしますと藤田を紹介されたという自身の留守中の藤田を心配してのことだった永田はアマレスでも全日本学生選手権王者でありプロレスラーとしても円熟期を迎えようとしていた何より後輩藤田から「ミルコなんて先輩にかかれば一コロ俺だって捕まえられたあと何秒かあれば勝っていた」 と言われれば行くしかないただ決戦まで日数のない時期での話準備期間はないも同然だった総合格闘技初戦の永田いくらアマレスでの実績があったとはいえプロレスラーとなって10年近くがたっていたそして総合格闘家として上り坂にあったミルコのハイキックにわずか21秒で TK を負け 藤田と違い言い訳のできない惨敗だったこのひどい黒星は新日本にとって決定的なダメージとなったプロレスラーって弱いじゃんとプロレスファンは一様に落ち込んだこの大晦日の試合のメインで安田忠夫がジェロム・レヴァンナをギロチンチョークで破る大金星を挙げたしかしこの安田の勝利が皮肉にも その後のの新日本プロレスを狂わせていくこととなるその後藤田は足の負傷により IWGP のベルトを返上新日本では空位となった王座をめぐって決勝トーナメントが開催されたここで安田が優勝 IWGP ヘビー級王座を獲得してしまうこの2ヶ月後には永田が安田を倒して IWGP のベルトを初奪取して そのまま10回の防衛労働を重ねていく総合格闘技で何もできなかった永田がその後1年以上にわたる政権を築き当時の新記録である10回連続防衛を果たしてミスター IWGP とも呼ばれていた説得力に欠けるストーリーである後に長州から時代をつかみ損ねた男と言われたように 当然ファンの支持はあまり伸びなかったつまりこの頃の新日本プロレスは藤田安田永田といい勝っても負けても総合格闘技で活躍すれば IWGP のベルトを与えてしまっていたのであるこの見えすいたベルトの回し方にファンもだんだん呆きれていった当時格闘技での勝利を課題にしていた新日本プロレス そこにリスクを恐れずに出撃したレスラーたちを褒めたたえたい気持ちはわかるしかし格闘技のリングでの活躍を新日本に持ち込んだらファンが戸惑うのも当たり前だそれまでマット界を力でねじ伏せてきた新日本プロレスが格闘技ブームに押されて外部で作られた番付を新日本プロレス内の序列に持ち込んでいたのが暗黒期の真実である 思えば、このミルコ戦の永田の惨敗こそが新日本プロレスの暗黒時代の始まりだった永田は2003年大晦日の猪木ボンバイエ2003にも参加しエメリア・エンコヒョードルに62秒で惨敗を喫しているこの後2003年からの展開はさらに迷走していく2003年5月2日の東京ドーム大会は アルティメットクラッシュと銘打たれ、ついに新日本のリング内で総合格闘技戦が実現。とはいえ、通常のプロレスとのミックス工業であり、中村信輔対ノルキや、中西学部対藤田和幸などは総合格闘技ルール、遠線井上対村上和也はプロレスルールなど、見てる方が分からなくなってくる大会であった。ここで藤田に負けた中西は、 2003年6月2日 K1 ビーストに出場して K1 ルールでアマチュア相撲出身のトアと対戦1ラウンド右フックで KO 負けを喫しまたも新日本の看板を汚してしまう2004年の5月3日新日本プロレス東京ドーム大会では新日本の興行として K1 との対抗戦が行われた 新日本対 k 1の4番勝負と銘打たれたカードは、吉江豊対ノルキア、棚橋宏対ショーン・オヘア、柴田勝頼対武蔵、ボブ・サップ対中村俊輔の4試合。しかし、吉江はキャメルクラッチでノルキアに勝利、棚橋はドラゴンスリーパーでオヘアに勝利するなど、中身はプロレス。 セミでの柴田勝頼対武蔵だけが k 1ルールで戦い、柴田が k o 負けを喫するという内容であった新日本が総合格闘技に翻弄され続けた暗黒期は、年が明けて2005年1月4日の東京ドームアルティメットロワイヤルでその頂点を極める総合格闘技をバトルロイヤルで行うというとんでも試合は、 今も新日本の暗黒期の象徴として語り継がれている結果的に新日本プロレスは総合格闘技や k 1との対格闘技戦において IWGP の価値を失墜させ深刻なファン離れを招いた計り知れないほどのダメージを負った新日本はそこから長い時間をかけてプロレスファンと格闘技ファンが別の人種であることを学んだ プロレスはエンターテインメントキング・オブ・スポーツでなくてよいのだこの割り切りが今のブシロード新日本の V 字回復の原点なのであるご視聴ありがとうございましたチャンネル登録・高評価よろしくお願いします